敵影が見えてきましたわ。準備はよろしいですか？はい。大丈夫です。頑張ります。もう一度繰り返します。私たちの目的は敵軍の殲滅ではありません。ほどほどに戦って味方に被害が出る前に全軍撤退。敵軍がモント様の本隊へと到着したのを見計らって、各防衛線の人たちと四方から敵軍を奇襲してモント様の援護をする。ええ、よくできました。来ます。星々の加護のあらんことを。皆さん、なかなかの演技でしたわ。演技だなんて。あれ、私たちの本気なんですけど。ハインドラグン、強すぎ。それは当然ですわ。オベロンは2つの指輪を実に的確に使い、この防衛線を駆け抜けていきました。それなのに、こうやって大きな被害が出ずに済んだのは、あなたたちの働きのおかげ。褒められてるようだけど。実感が湧かないよね。敵が強すぎて。もうちょっと頑張れる自信あったんだけどな。いいえ、これで十分。リオニスなど取るに足らない存在、そう思わせる作戦ですからね。よかった。みんな無事だったんだね。ええ、計画通りですわ。少なくとも、ここまでは。ここからが、この作戦の一番大事なところだな。これより、各防衛線ごとに、ハインドラ軍から距離を取り追跡。うん。私らは後方から。エルシレールとカミッロは敵の東側、ラマダは西側を担当する。ですが、一気に突っ込んではならない。ああ、そうだな。俺たちの役目は宣告と同じ。敵を倒すことではありません。敵を引きつけて後退。敵軍の戦力を四方に分散させ、オベロンの周囲からハインドラ兵を遠ざけること。可能な限りモントとオベロンの一騎打ちに近い形に持ち込むわけか。だが本当にモントは勝てるのか。別にモントの力を疑ってるわけじゃねえぞ。ま、俺のライバルだった男だしな。カミッロの心配もわかる。ですが、ハインドラの進行を止めるにはこれしかないのです。忍び、ここに。モント様に伝えておくれ。攻撃部隊準備完了、これより行動を開始すると。は、敵に気取られないように。承知いたしました。
どうした？何か聞こえるのか？いいえ、何も聞こえず、何も見えません。おいおい、不吉なこと言わないでくれよ。それともう一つ、ハインドラの軍勢の中に姉の姿がありませんでした。城で留守番でもさせられてるんじゃないのかい？そうでしょうか。何か心当たりがあるみたいな言い方だね。姉のムーアはランダルに復讐するため生きてきました。ああ、そうだったね。故郷の村を滅ぼされた復讐のため。でもジェダンはオベロンに。ランダル勢は城を追われ、行方が知れないそうです。ええ、それで姉は復讐が完了したと解釈したのかもしれません。じゃあこれ以上姉妹で争わなくても済むってことじゃないか。ムーアならモント様だって歓迎してくれるよ。いえ、もう姉は戦場に身を置くどころか生きる意欲さえもないのでしょう。まさか死ぬつもりだっていうのか。その可能性もあるということです。そんな。お姉様、一体どこへ？なら、この戦を早く終わらせ、みんなで探せばいいじゃねえか。だろ？そうですわね。じゃあ、私たちもそろそろ出発するかね。血の匂いを嗅ぎつけて、魔物どもが集まってきている。敵に気取られないよう、距離を取って進もう。あの程度の数の兵士たちに私が後れを取るなんて。ランダルヘン、まだ近くにいたのね。あれは間違いなくハインドラの星読みの女。ああ、名は確かムーア。ガセツ六人の一人か。黙っ消せよな。ああ、なぜこんなところに。たった一人で。おそらくは我らを根絶やしにせんとランダル狩りを行っているのだろう。け、ふざけやがって。そんなことはさせねえ。同感だな。ガセツ六人とはいえ相手は一人。ああ、応援も要請した。勝機は十分にあるはずだな。必ず見つけ出して捕らえてやる。指輪を奪われたジェダンはもはや無力なのに、なぜあの者たちはまだ祖国復興など夢見ているの？やはり星は何も答えてくれないのね。そう、
星々は警告さえもしてくれようとしなかった。やはり私にはもう星を読み、その声を聞く力が残されていないのね。理由は分かってる。ラマダのことが心配でならないから。私はランダルに復讐するため、より強い星読みの力を得ようとして自分の感情を封印した。でもランダルが壊滅し、その望みが叶ったことで封じたはずの感情が蘇った。ラマダを思う気持ちが戻った反動で、星読みの力を手放すことになってしまったのかもしれない。ラマダ、あなたはまだ戦場にいるのかしら。ハインドラの兵士たちに命を狙われ、疲弊し傷ついているのかしら。助けてあげたいけれど、今の私にはそんな力はない。だから故郷の村であの子の無事を祈りましょう。今年もまたランダルの襲撃を受け、故郷を失った日がやってくる。廃墟となってしまったけれど、生まれ育ったあの懐かしい場所へ行き、そこでこの命が燃え尽きるまでラマダのことだけを考え。血の匂いに惹かれてやってきたのね。でも私はこんなところで倒れるわけにはいかないの。みんなの魂の眠る聖地と呼ばれるあの場所へ行くまでは。どうした？攻撃部隊の準備が整いました。そうか。味方の被害は？軽微なものに過ぎません。みんな無事なのか。よかった。ありがとう。下がってくれ。は。クロさん。舐められたものね。この程度の戦力で我らハインドラを止められると思ってたなんて。この最終防衛線を突破すればオイス城まではもうすぐ。悪いがここで勝負をつけさせてもらう。それにしてもオイスへ加担するなんて貧乏くじを引いたものね。言わせておけば、我らオイスだけならばまだしも、リオニスを悪く言うのは許せぬ。気にしないでくれ、マクラット。しかし戦は口でするものじゃない。最後に大地に立っている者が勝者だ。なるほど、覚悟はできているようだ。ではこの大地を這いつくばってもらおう。未来なき敗者として。まんまと引っかかったようね。3つの防衛線を
さぞかし気持ちよく突破したのだろう。あれ、うろたえるな。私との一騎打ちに持ち込めば勝機があるというのだが、いいだろう、それに乗ってやろう。オベロン様、こやつらの狙いは四方からの奇襲を仕掛け我が方の軍勢の注意を散らすこと。押せば引け、引けば押してくる。本気で勝負を挑んでくる者などおらぬ。ならどこまでも押せ。このくだらぬ包囲網が瓦解するまで力の限り押せばよい。さすればリオニスの小者どもなど蜘蛛の子を散らすように主を見捨てて逃げ出すであろう。言い返せないか。少しは骨のあるやつだと思った。やはり貴様もあの男と同様に偽物に過ぎないようだ。君とジェイダンの間に何があったのかは知らない。だが長きにわたる同盟を一方的に破棄したばかりか、不意打ちをするなど。ではどうする。私はクーリやサーダリーのように甘くはないぞ。仲間たちが命を懸けて作ってくれたこの木を絶対に逃すわけにはいかない。ガンズバックは東を、レズニックは西へ回れ。しかしそれでは敵の描いた通り、オベロン様が孤立してしまいます。忘れたか、私はこのアードラを統一しなければならない。だからといってリオニスやオイスといった国を根絶やしにするつもりはない。無能で非力な王を排除し、兵たちの心さえ折れば無駄な血を流さず統一を成し遂げられよう。そのために君はここにいる僕たち全員をたった一人で。たやすい。三つ目の指輪もらい受ける。なんという強さ。どうしてたった一人で私たちを相手に。あまり失望させないでくれ。偽物のジェイダンが頼りにしていた人物なのだろう。モント、お前はそれなのにこのざまか。やはりお前も偽物だ。偽物同士で傷を舐め合い、その虚像で私を支配し思い通りに刺激しようとしていた。そういうことか。君は本気でそんな風に考えているのか。言葉では何とでも言える。だが真実はここにある。これが現実だ。お前は王としてふさわしくない。だが審判はいらない。リオニスとオウイスの兵士、そして民たちは私が大切にしよう。そして真実の王、本物のジェイダン様が降臨されたら全てを献上する。こうしてアードラ統一はなされる。世界に真の平和が訪れることになるのだ。この程度の者たちに私が手を下すまでもない。では終わりにしよう。
あれだけの数のビジョンを一人で片付けたか。なるほど、王としての矜持は少なからず持ち合わせているらしい。いいだろう。モント様、アードラ統一の礎となれ。人、モント様、今です。注意を後方に向けて。上か。かかった。させぬ。あ、僕の狙いをきっと分かってくれると思った。でもモント様、致命傷とはなりませんでした。気にすることはないよ。しかし、なぜ君がここに。マシュリー様のご命令で。そうか。オベロン様。まさかオベロン様が。心配はいらない。傷は深くない。仮設六人が一人、ガンズバック。同じくレズミ、ここに水産。攻撃は失敗に終わった。リオニス兵どもは我ら兵士に追い立てられ退却。もはやお前の助けとはならぬ。覚悟されたし。参る。ここまでだ。モント様。来た。大丈夫か。はい。来た。モント様、私のことは放っておいて。敵をその生意気な忍びもそろそろね。二人まとめて始末してあげるわ。これは…来た、ついに。お前たちは遅くなりました。ヘレナ様の親衛隊にしてリオニスの魔導士部隊臨行、ここに参上。待っていた。生きていたのか。私、仲間を見捨てて逃げました。違うわ、撤退した。
そうでしょ。同じことです。イレルギラ、怖かったんです。死にたくない、そればっかりが頭の中をぐるぐるして。無事に逃げ延びることができたら、もうどこにも仕官せずに戦とは関係のない生活を送ろう、そんな風に思いました。でも窮地に陥っているリレルリラをラファールたちが偶然見かけて助けることができたのです。ヘレナ様と再会して、ようやく何が一番大切なのか、それを思い出したんです。もう一度、一度だけでいいんです。罪はその後で償います。どんな罰でもお受けします。でも今はみんなのために、大切な仲間のために戦わせてください。わかった。くだらない。戦場へ戻ってきたこと後悔させてあげるわ。間違いない。ハインドラの星読みの女め。もう逃げられぬぞ。だが油断するな。ここまでだ。覚悟しろ。あなたは何者だ。ハウレンの子だ。聞いているのは俺だ。こっちを向け。なんだ、まだいたのか。よくないことだな、自分が邪魔者だと気づかぬのは。なんだと。まったく、カイタス以上に気が利かぬな。女の前だからっていい格好しやがって。その端正な顔を苦痛で歪めてやろうか。良いのか。美男子に手を挙げるというのは、世界中の姫たちを敵に回すということだぞ。その覚悟があるのならば